はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はチャレンジメニュー会ということで、訪れておりますのは茨城県の筑西市にございます味噌の丸商川島本店さんというマックスさんだったりとか、まあその他にもですね、大食いの方がチャレンジメニュー挑戦しに来ているお店さんでして、店名の通り味噌のラーメンがメインとなるお店さんなんですけれども、今回はですね、総重量約 4.2 キロで、制限時間がなんと20分というね、なかなかの難易度のねチャレンジに挑んでいこうと思います。で、一応ですね、こちらのチャレンジメニューの方改めて説明させていただきますと、マルショーのいただきということで、総重量 4.2キロ、制限時間が20分で、成功の場合お会計が無料プラスソフトドリンクを1本サービスで、失敗の場合でも5000円プラス税のお支払いということで、相当安いし、あとね、他の方の YouTube を見る限り、美味しそうなねチャーシューがドンと乗ったりとか、もうとにかくうまそう。今日何ももちろんね食べておりませんので、早速そちらのチャレンジメニューに挑戦していこうと思います。あ、すいません、ありがとうございます。でかいっすねこれただいま到着いたしました。丸商のいただきということで、とにかくこの具材からスープから全部がうまそう。じゃあもしよろしければ3秒前から確認。はい、お願いします。3、2、1、お願いします。いただきます。いただきます。よっしゃ、せっかくね味噌なんでスープからいただきます。うわー、4.2 ってでけえな。あ、うまい。味噌のコクもあるけどさ、ちょっと甘い感じ。うわ、うまっ。なんか熱。でもう早速さ、これちょっと麺とかがまだいけないので、具材がいっぱいで、このチャーシューいっちゃっていいですか。ちょっとこのチャーシューっすよ、分厚っうーん、まもうね、とろとろ、筋を感じないぐらい柔らかいんだけどさ、この炙りの香ばしい香りがまたうまいわ。うますぎ。ちょっと後ほどこのネギとかも和えたいので、そばに寄せつつちょっと麺いきましょう。うわ、やばい、超熱そう。うわうわ、熱そう。よし、ちょっと麺いただきます。あ、うまっ。これしっかりね、このスープが麺に染み込んでて、一体感、うまいね。うん、うまっ。うまいけどこれ大丈夫かな。20分短いぞ。ちょっとごめんなさい、結構熱くて制限時間も短いので、今日は水使いながらいただきます。冷ますために一回さ、このトッピングも含めて全部ちょっと混ぜます、うまっ。ちょっと前に挑んだインカウオさんってお店のチャレンジメニュー、あれもめちゃくちゃ熱かったけど、あっちのはね、どっちかっていうとスープが熱い。でもこれはね、すり鉢がちょっと小さめになってるので、ギュッと具材が詰まってて、麺の厚さがね全然逃げないわ、うん、ちょっと
今後ね挑戦する大食いの方は本当に火傷だけは気をつけてください。ただいま制限時間ですね、10分ほど過ぎまして、ただもう半分だね。ただもう具材は残り少ないんで、ここからどれぐらいスピード上げられるかだね。今残り5分ほどですけど、具材はほぼほぼ完食しました。ただですね、熱い麺のこの熱がねスープに伝わってて、最初はそこまでスープ熱くなかったんだけど、かなり激熱になってる。あっちでもこれレミじゃ間に合わないから行くわ。あっちで
はい、ということで本日はですね、こちらマルショーさんでマルショーのいただきという約 4.2 キロ総重量ございますチャレンジメニューにですね挑んでまいりました。残り3秒と、まあ、本当に結構ギリギリでねチャレンジなんとかクリアすることができました。近しいところで言うと金華堂さんというラーメン屋さんで6キロのねチャレンジメニューをやりましたが、正直ですね金華堂さんに関しては具材がね、麺も5玉しかなくてそんなに多くなく、まあ基本的にはスープの方がメインでね量があるというチャレンジメニューだったのでかなり余裕だったんですけれども、お腹のいっぱい具合で言ったら正直この 4.2 キロと金華堂さんの6キロトントンぐらい、かつこちらのねチャレンジメニューはやっぱ具材も多いので食べる時間のかかる感じはこっちの方が上かなと思います。でどうしてもねこうひき肉とかいろんなトッピングが入ってるので最後こうスープを飲み干す時にちょっと引っかかってしまってね飲み干す時にねちょっとスピードが上げられなかったりと、まあ、正直自分が予想してた感じよりもだいぶ時間がかかってしまいました。まあただですね、無事成功いたしましたし、こちらのねマルショーさんではまだまだねいろんなチャレンジメニューがあるそうで今後もですねこの美味しい味噌でっかいものでね、挑戦していければなと思います。で本日いただいたこちらのマルショーさん、茨城の県内にこちらの本店以外にも他2店舗合計で3店舗営業されておりますので、ぜひですね皆さん近いところで気になったメニューをね食べていただければと思います。いやめっちゃ汗かいた。はいということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録コメント高評価、またですね最近ではサブチャンネルでも活動を行っております。そちらは合わせて概要欄からチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。ということで本日もご視聴ありがとうございました。すいません、本当食レポとかその、ま、味の説明っていうのかな、そういった大事にしてる部分をね全くお伝えできないぐらいこうガチガチにやらないとねこれ無理だなと思って途中からですねもう説明とかも全て省いてマジでチャレンジしました。このチャレンジはなかなか難しいチャレンジですし、まあ、本当にとにかくね動画でもお話ししたように暑さがやばいので、ちょっとねこれチャレンジする皆様 4.2 キロだと一般の方でもねちょっといけるかもと思って行く方も中にはねいらっしゃるので、本当にやけどだけはお気をつけてください。そしたら本日のコメント返信コーナーということで、先日ね上げさせていただきましたさくなさんの動画より引用させていただきます。そしたらまず本日一つ目のコメント、先日撮影にお伺いした際にたまたまですねそのさくなさんの常連様で結構いらっしゃったのがこの僕の動画を見てますみたいな方が結構ねいらっしゃってくださったんですよ、ありがたいことに。で待ち時間の間とかにお話をしたところ、このさくなさんのラーメンにはすき焼きという生卵をねつけるトッピング一緒に和えるともうとにかくうまいと、まあ、おすすめ一押しいただきまして、僕もですねせっかくであればということで動画内でもね紹介する意味で注文したんですけれども、いや間違いなかったね。あの醤油感の香りとか、まあ、味とかねコク、そういった部分が強いスープに生卵が絡むと反則級にうまいです。ちょっとですね僕の動画を見てさくなさん行きたいなと、もしくは今後行きますという方はぜひですねすき焼き注文していただいて、あの漆黒に褐色に染まったね色っぽい麺を生卵にドボッとつけてみてください。飛びますということで本日2つ目のコメ編、やっぱりね普通そうですよね、僕もオフでこう食べに行く際にはやっぱりさすがに麺と炭水化物こう合わさるのってまあどっちかが限界だと思うんですよね、こうやっぱりこう体のことを気遣って。ただこの白飯だけでこうチャーシューだったりとか麺一緒に食べたいっていうのもあれば、こうチャーハンをねスープに浸して食べたいとか、やっぱりねこのチャーハンと白飯ってこう目標にする欲望のちょっとベクトルが違う気がするんですよ。だからねこうご飯物を僕もラーメン屋さん頼む際にどっち頼むか悩むんですけど、まあ、撮影ということでですね、まあ、大食いもしますし仕事という免罪符のもとわがまま注文でねチャーハンとライス注文させていただきました。
やっぱりですね、ラーメン屋さんの撮影するときに僕の動画だと両方頼むこともちょいちょいあるんですけど、またねこれはこれで幸せがあります。おかずとして食べたりとか、まあなんかこうどっちもメインとしてね、一緒にチャーハンだったりとか食べたりして、なんかねそれはそれでという、まあ両方とも良さがあるので、気になる方は、まあお腹にね無理しない程度に注文してみてください。まあ無理だっていう方であれば、同じお店でね、まあ同じメニューを注文して、まあ1回目はライスで2回目はチャーハンみたいな感じで、まあ、ちょっと別々の注文をして好みね見つけるのもいいかもしれません。そしたら本日最後の米編3つ目、すいません、もちろんですね、そういう気持ちで聞いてないよと、そこまで詳しく言わなくてもいいよと、まあ分かってる上でですよ、この僕のオタク特有の語らせてください。ちょっとねあんまり興味がない方は飛ばしてもらっても構わないんですけれども、結論としてそこまで思いのほかしょっぱくないです。っていうのも、普通のラーメンの返し、まあ、いわゆるその醤油のタレだねっていうのは、濃い口醤油だけとかではなくて、薄口醤油だったりとかお水を使ってね、そこに出汁を入れていくんですよね基本的には。っていうのもやっぱりね、もう普通の濃い口醤油っていうのはやっぱり中にこう食材旨味だったりとかいろんな成分が入ってるからあの色味になったりするんだけれども、結局その水全体に対して中にねこう旨味とか成分が入ってれば入ってるほど、こう他にね例えば煮干しだったりとかカツオだったりとか出汁を入れようと思っても入るスペースがないわけですよ。入りにくい。まあイメージしてもらうと、もう袋の中にね食材がすでに入ってるようなもの、そこに新しいものを入れようとすると、まあもちろん入りにくいと。ただやっぱね殻の方がどん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 入れたい食材の旨味を入れられるから、やっぱりその水を使ったりとか薄口醤油っていうものを使ったりとかしてね、そこに出汁を入れていくんだけれども、まあその分ね基本的には塩分濃度って上げるんですよ、普通の醤油に合わせるような感じで。だからまあ全体的に色味が抑えられてるとしても、基本的には醤油の塩分濃度と同じぐらいの濃さにタレがなるように仕上げるんですけれども、おそらくね僕が食べた感想で言うと、さくなさんの醤油のタレはもう本当に醤油がメインって感じでした。醤油ってこう酸性の食品なんですよね。なのでいい醤油であればあるほど、結構ね特有のその醤油の酸味っていうのかな、酸っぱさっていうのが出てくるんだけれども、これがね結構如実にこう味食べた瞬間に感じるような、まあ、醤油の酸味、まあ、そういった強い成分があるようなスープだったので、やっぱりねこの竹岡式のすごいところは、この生玉ねぎを入れるわけですよ。そうすると酸性のものとアルカリ性のものが中和して、そのね単体で食べると嫌だなって思う酸味がちょっとね旨味に変わっていくっていう、これ面白いんだけれども、やっぱりね料理っていうのは基本的に科学なので、しかもラーメンなんかはねこう長時間スープを炊いたりする、やっぱ余計科学な部分が多いので、まあ、こういったことをね考えながら結構食べたりしてました。でちょっとね一部箸の進むスピードが遅いから、ラスカルあそこのお店は好みじゃなかったんだなみたいなコメントも確かね一件あったんだけれども、そうではなくて、やっぱもう好きがゆえにいろいろ考えながら食べちゃうので、やっぱりさくなさんみたいに初めて会ったような、え何これみたいなラーメンの時は手がねゆっくりになりがちな気がするわ、いろいろ考えてるから。まあもちろんねこううめうめっつって何も考えなくてガツガツいけるラーメンも好きなんだけれども、いろいろとねこういう思いで作ってるんだと、もう一口食べたら分かるようなそんなラーメンも大好きですので、今後もですねいわゆる二郎系とか家系とか、あそこもねもちろん技術が詰まってるんですよ。ただこうスタミナ、いわゆるラーメン界の中でもスタミナ系っていうのかな、がっつり系と思われてるようなラーメンだけではなくて、チンタンとかね澄んだスープのラーメンももちろん好きなので、どん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 ね、研究してもっともっとオタクになっていこうと思います。はい。
ということで本日もご視聴ありがとうございました、この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価ということで、それはもう動画の中で言ってましたね、2回目になりますので、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。いや、今日のエンディング喋りすぎてキモいな。